かわいい。きなこ。きなこ。かわいいね。くー。きなこ。きなこロスなんだが普通に普通にきなこロスなんだがねえきなこ会いたかった？私に超かわいい。超かわいい。おお。やはり部屋が散らかってしまった。なんだこれ。やった、ありがとうにゃ。なんだこれ。アタワーだ。よくありがとう。かわいい。なにこれ。続きしか見れなかった。本当かな。ねえ見て、こことここもね、ここもね、なんか刺されたんです。飛行機でじゃんけん負けたけど次は負けません。無理だよ。なんか私マジで蚊との相性が良くなくて、これね、蚊との相性が悪い話は蚊との相性が悪い人としか分かり合えない悲しさがある。カズキありがとにゃ。タワー横ありがとわー。雨タワー飛行機だ気がする。カーン降りてからか。気づいたら13日になっていた。ねえ、蚊の絵文字使わないでください。キフラありがとにゃ。マジで見てほしいこの晴れよう。ぷっくりおししか勝たん。ゆうすけおしでーす。今二郎系のもやしとチャーシューだけを食べてるけどお腹いっぱい。もうやばくない？夏を感じてみんな。これで夏だー。はーい。ワンシーありがとう。何だわん。きなこー寂しかったね今日。にん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 。おとなしいじゃん。どうしたの？具合良くない？きなこ私の部屋が散らかってるからすごい興味津々です。すべてのものに見ほどきしなきゃね。無理だけどしなきゃね。会いたすぎるたわ。早く会いたい。おいしいもの食べました。っていうか熊本の馬刺しレベチ熊本の馬刺しはレベチ。かずなりありがとにゃ。やばすぎる。
鹿児島は観光してないかな。え、レブチ、え、ラーメン食べた。ツッキー、ありがとうにゃん。この猫はなんだ。白熊も食べたし、熊本ラーメンであろうものも食べた。食べた。ケータリングにあって。昨日のはクマ。レイくんありがとうにゃん。リの生きがい、生きがいです。ここのクマが似合わないかなって思って低めにした。たくまありがとう。クマー、自分へのお土産も買った。普通に馬刺し、普通に馬刺し食べるよね。そりゃあの本当になんかもう、もう本当にびっくりしちゃった。ガッシーありがとうにゃん。ありがとうね。熊本の日のカラコンはキャンマジのなんかね、やっそう、ないな、ここに。ゆうすけありがとうね。自己披露、おちずかかたん、おちです。アンコール近くで可愛くて鈴木推しになりそうです。なって。カズキありがとうにゃん。鹿児島と熊本どっちもカラコン違うし、いつもと どっちもいつもと違う。あ、でも福島と一緒かな。昨日は。きなこはなんか遊んでる。さ、なんか一昨日、あ、鹿児島でつけたらちょっと大きいなと思ってちょっとちっちゃくした。鹿児島は黒コンだね。昨日はちょっと茶色。福島最高だったよ。七日推し、ありがとう。見た雪丸ありがとう。なりたわー、ありがとう。うん、もやし食べてる。もやし、うん、お水ないね。
ありがとにゃん。これ当たったら何がある飲むよね。三文字ありがとかもね。本当にかゆい、本当にこれじゃマジでかゆさ分けてあげる。痩せてた？お腹はプニプニだ。お。なんか普通にご飯食べなきゃ踊れないし、食べるじゃん、水飲まなきゃ倒れるし、飲むじゃん、普通にお腹プニプニになるんだが普通にさあ体重計しばらく乗ってないやん。ちょっと怖いからやめとく。体重計が乗りにくいよな、やばい好きな子から DM が返ってこない、どうしよう、どうしたらいいですか。これは皆さん助けてください。え、どこでも寝れる、本当に、うん、ガチ腹筋 6LDK 電話したら映画な。電話だって。もしもし、今何してる？うん、私だったら、スタバクか送信取り消しでどっちも絶対ダメで無理うん、私の考えは参考にならないよ絶対ダメじゃない、どっちも参考にならなすぎてごめんなさい。なんかやってるのかな、今やってないか。スタバクはスタンプをいっぱい送るんで。ねえかゆい、あ、なんかついた、あ、つ、あとついちゃった、なんかねえかゆすぎる、本当に。え、でも聞いてほしい、二の腕ちょっと細くなって、お腹いっぱいかも。かわいい紙袋に入ってんの。あ、やば、私の顔が映ってる。キャッ
お土産の袋だから、きなこへのお土産は紙袋ね。じゃあほっぺが赤いんですよ今、ここが。書いたから。違うよ、書いたから、書いたから。なんで私の画角ってこんなに偏ってんだろう。たくさん寝た？え、寝てない。え、だってエステ行ったもん。え、なんか痛すぎて、痛いからめっちゃ痛いんですけど、痛さに耐えれる元気がないって思ったから、いつもの痛いやつより抑えてもらった。多分私痛みに耐える元気ないんで今日って言って、ってそしたらやっぱちょっとなんかどこか抜けてたみたいで洗顔を置いてきました。エステ、あんきにこ、お手洗いここだよ、まだ入れてない。なんかおとなしくなったね。私のこと忘れた？え、もしかして忘れた？ふん、エステ行ったくせに。だからせめてラーメンの麺をなくそうと思って、もやしとチャーシューだけのを食べてるんだよ私は。え、筋トレしなきゃいけない、私腹筋鍛えなきゃいけないんだよね。姿勢が、腹筋がなくて姿勢が悪いの。腹筋、全然おとなしくなかった。試していくと本当にスッキリするから、それのためにって。エステっていうか送信エステなので、補足するためのエステなので、うん、めっちゃ痛い。二郎系のラーメンってさ、麺食べなきゃさ全然よくない？サラダやん。新幹線の中寝る寝る。スープ、え、でもほらそんなスープ飲まないもん。私はだけど、ごちそうさまね。スープが濃いけど、濃いからこそ私は飲めないんですよ。なんか飲まないから、もやし、ちょっとスープにしたされたもやしとチャーシュー、チャーシュー、うん、サラダサラダ。ピューピューありがとう、ペンギン。リオピアイスありがとう。待って、アイス食べたい。リオピ、うん、ま、サラサラサラダ。え、確かに馬刺しね、赤身だと。
果て紙っていうのを初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。え、コーラ値上がりしてるよね。この間さ、会場で買っていただいたら180円だった。鹿児島で何食べたっけな、ちょ記憶がすいません。黒豚しゃぶ。がケータリングにあった。やばくないですか、豪華すぎてねえ、きなこ。え、だし熊本もラーメンを作るセットがケータリングになったの。あと馬刺しもあった。やばくないですか。だけど赤牛だっけ食べれなかった。あの肉寿司だけ食べた。きなこを出したのよ。おー、きなこ覚えてる？おとなしすぎてもしかしたら覚えてないのかも、私のこと。きなこママだよ。きなこママだよ。きなこ。あもももも。も痛い。またキックされたお腹。私お腹をきなこにキックされてお腹に傷できたんだよね。多分見えてないけど、ライブでは。ね、めっちゃ面白いスケブがあってさ、ライブで。その私が言ってる送信エステは琥珀っていう名前のエステなんですけど、いつもストーリーとか載せてるんだけどね。だからさ、あのさ、ツアーでさ見つけたスケブにさ「琥珀痛いよね」ってスケブあってさ、おもろすぎ。どんなスケブ？だから「えマジで痛い！」って返しといた。面白すぎ。何がもらえるの？めっちゃ笑っちゃった、思わず。きなこおいで。なんかかわいい猫じゃらしもらったよ。ほら、結婚していいよ。なんかもらった。何のかわかんない。
かわいい。かわいい。癒されたわ。はあ、ねえかゆい。なんかまた暑くなるかなったよ。私無比塗ったんだよ。リボンめっちゃ目立つ。ありがとう。私めっちゃモテるんですよ、カニ。私ほんとにモテるの。多分ね、イコノイジョイ1モテるね、カニ。ねえ、痛いよ。ここにあるじゃん遊び物。なんで私の髪の毛で遊ぶと背中引っかかれたんですけど。ねえやめて。めっちゃ持ってるんです。前髪止める。めっちゃ目立つ。いっぱい遊んでねな。眠くなれ眠くなれきなこ。そう、私やばいんですよ。一時一回その刺された時になんかもう刺された場所も場所で足の裏と足首までで16箇所刺されたんですよ。多分だけど左右でね合わせて足首から下だけでだよ。多分それくらい刺されたんですよ。本当になんかもう痒すぎて歩けないの。確か車なんかの時に裸足で足だけ出てたんですよね、裸足で。マジでやばい。それから私は蚊恐怖症です。もう蚊とは一生分かり合えない。仲良くなれん、ごめんね。だからこれも嫌です。蚊なのかな。しかも地味になんかここも刺されててさ、かゆくてかゆくてきなごーがゆい。かわいいねこれね。どうしたのこれ。この猫じゃしかわいいね。ピンクだよ。きなこは男の子だけどね。さ、メンバーにさ、きなこ男の子って言うとめっちゃびっくりされる。だからもう蚊の顔を見かけたりとか蚊の音がしただけでも「えっえっ!」ってなっちゃうの。いるやつがいるってなっちゃう。え、蚊じゃないかな。いやでも私は蚊に刺されてもこんなになるよ。これが足に16個あったの。これがもういても立ってもいられない。もうママに「無理!」って言って。ボコボコで足。その時の写真ある。絶対見せれないけど。マジで撮ったもん。いつだっけな。去年の夏なんですよね。何日ですかね、イコノイジョイフェス。かわいいきなこ出てきた。かわいいのにきなこ。これか
可愛いきなこ出てきたよ、見て。なんて可愛いんだ。なっちゃん誕生日。じゃあ。可愛いきなこ出てきた。うん。かゆい、なんか背中までかゆくなってきた。やだ。かわいいね。やっぱりタイに行った写真載せてない。おほほほほ。7月 20? お、ここら辺じゃない？あった！へー！本当にこれがいっぱいある！え、本当に見せれないけど写真残してる。本当にやばい！見るだけでかゆくなってくる。体が痒くなってきた。みんながいじめる。あ、やばい。しかもいっぱいいたのに私だけ支え、私だけこんな支えてる。シンプルになんで見せないかって、足を見せるのが嫌です。足を見せるのが嫌だ。蚊じゃないかな、蚊だと思う。この写真に写ってる足の甲だけでも10個いる。ガッシーありがとうにゃ。噛まれたい。え、噛まれてほしい。本当に、え、そうだよ、ちょっと一瞬ね。え、ほら見て、一瞬、やばくないですか。え、ほんと閲覧注意だよこれ、やばくない。いや、え、靴履けないよ。だから私レッスンできなかったもん。やっぱ蚊とは一生仲良くなれないわ。え、もうね、病院に行く足がないの。もうもう無理なの、動けないから。もうこんな、え、かゆい。で、かゆみ止め塗って直しました。1週間は測ってないけど1週間弱かかった。たくみんありがとう、ありがとう。たくみん見つけて近かったね、ありがとう。そう、え、麻痺はあるんですよ。塗ったのでもね、本当に蚊取り線香だよね。書くの我慢できない、無理。普通の麻痺じゃ効かなかった。あのね、タイのかゆみ止めをママがずっとぬりぬりしてくれて、もうこんなんなっちゃってーって、足こんなんなっちゃってかわいそうにーって言われながら塗ってくれてた。
ママっぽいでしょ。あーこんなんなっちゃって大変そうって。きなこは何してんの？探検？おいで。おいでよ。どうしたの？だるまさんが転んだ。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 あ、きなこの巻き。きなこの巻き。今動いてたよ。うん、かわいい。猫って蚊に刺されるのかな、わかんない。蚊より確かに蚊は誰でもいいもんね、きっと。私じゃなくてもいいんだ。誕生日の次の日だった。え？え？どれだ？書いたのかな？オーロラ見てないだって、なんて言ったって熊本にいましたから。見つけましたよ。やばい、くしゃみ出そう。オーロラ見たかった。見てたんですよ。でも東京にいては見えなかったよね、多分。くしゃみどこ？くしゃみ食べた。ごめんね。見たかった。私といえばオーロラを見たい人なのに。兵庫で見れた。え、本当に？ミキーパッチある。見たかった。なんか楽しい？そんなに増えるし。よかったね。それは私のヨギ棒や。フライトの時に使うヨギ棒や。アズネックピロー。えっ、かわいいな。ベリベリキュート。なんか汚れてる。ガッシーありがとにゃ。目が合った。目合わせてんねん。
いっぱいみんなと探してんだよ、こうやってどこにいるのかなって。三つ編みはたまたまお揃いだった、鹿児島で。私あの萌え見会以外のライブで初めて三つ編みやったの、鹿児島で。浮気してないかなって見るよ。でもね、またいたよ、こうペンライト振りながら私をこう応援してるかと思いきや目がこっち行ってる。いたよ、バレてるよ。その後にさ目が合ってさ気まずそうな顔しないで、やべえみたいな顔しないで。いるんですよこれが。あ、やべ、ひーちゃん今見てたみたいな顔してんの、バレてんよ。熱い視線が大事。お回しのコールちゃんとした、ありがとう。君しか見えない。あ、かわいいね。どうしたの、疲れたの、遊び疲れたの。いつも以上に。いや、そりゃそうよ、会えてなかったもんね。寂しかった？そんなことないか、きなこは。きなこは別にそんなことないよね。おかわりおばしました、ありがとう。九州楽しかったな、どっちも初めてだったからさ、鹿児島も熊本も。早くお話。え、でもさ今週対面ですよね。てかツアーあるよね。きなこ、すぐ来るよ、本当にそう。絶対餃子食べたい。名古屋ね、なかなかないのよね。きなこ、男の子です。クロスライブもそう、2日
伝させていただきます。ひなこ落ち着いて、みやぷ結婚して結婚して、いいよいいよ、明太子まだ食べてないや。食べてない。あら、まさとありがとう。えぐかった、見つけましたよ、ちゃんと撮れた写真。あ、撮れた、きなこが返事してくれた代わりに撮れたって、おーって言ってた。荷物がさ溜まっててさ、まだこれ以外にもあるんだけど開けなきゃ。ロゼのポロシャツ似合うよ。あれ通販で販売開始。お、やっぱツアーシーズンなのでね、スウェットをゲットしました。かわいいリボンがついてる、スナイデル置いとく。お散歩行かないですね。たまに病院行くときに、あの外を歩くから外の世界を見せてる。これが外だよ、きなこ。これスウェットは何歩あってもいいですからね。あ、きなこのご飯だ。きなこのご飯だよ。体調悪め、え、休んで。なんかさ、レイカさん、めっちゃ雨だよね今日、突然の。天気がさ風流行ってる。そうだよね、気温差がさ
からさ。あ、カラコンだ。これは鹿児島で作ってたカラコン。色はアイスグレープラブ。でもちょっと大きかったかも、やっぱ。でもまた、おー、やばー、やめてー。今日確かに割と涼しめかも。喉痛い。え、それは多分声出したからだよ。チャルアス、ありがとう。何とは？すごいカラフルで可愛いね。喉ね、やられるよね。鈴木しか見えない眼球が痛いです。目薬さそか。タワー投げた。えん、中ペンありがとう。中ペン楽しそうだった。生ひんちゃんからすまれたきれい。やったー、ありがとう。ママかわいいね、きなこ。痛い。くまさん、ボニークありがとう。くまくま、ユースケありがとう。くま、きなこ、悪さしないの。危な。カズナリありがとう。くま、2回目のチャンス。うん、いやすごい3日間だったな。でも今週もさ、すごい3日間歩む予定でいるわけじゃないですか。やばばばば。やばめやばめ。間違ってる、間違ってるよ。ん？やばい、音大きい、恥ずかしい。
やばい、私がペイペイやってんのバレちゃったはず、恥ずかしい。トーマス、ありがとう、テンキュー。ペイペイの音量ってでも変えれるよね。そう、当たりみたいなやつあるよね。鳴らすようにしてないよ。今なんか大きかった。全部当たりだよ。当たり、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 当たり。大好きだ君のことを思うだけで体中が熱を浴びる。できなと1300回目の訪問やばー、ありがとう。そんなにやってんの私って。てか家に着いたので、あ、お家に帰るまでがそうです、学校です。読んでください。でもレクイエムの見る点は真似できない。ラスラスいい曲、全部当たりだったよ、すごいよ。会いたいなんて甘い愛で満たして早く君に歌ったり。はしゃぎすぎです。よしき、結婚していいよ。だからありがとうにゃ。当たり、当たりだにゃ。きにゃこ、なんでこんなやんちゃなの。ギニアくん、うん？やめて。これつけたいの？いいよ。ポリ。ほら、つけたいんでしょ？あげるよ。あ、落とさないの。これちゃんとつけて。あ、ちゃんとつけて。欲
違ってたじゃん今。中ペンありがとにゃ。キヒロありがとにゃ。これ読めない漢字。サバ、サバか。タイはさ読めるんだよね、見覚えがあるから。あとなんかマグロみたいな。うん、アジか。アジはわかんないな。タイはわかる。だからタイって美味しいよね。タイのお刺身って何なの美味しいんだろう。でもなんか大人になってから分かったかも。ちょっと業務連絡。あとやっぱ刺されたとこが痒くて書いてる。かゆいなぁ。見て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 、かゆい。えい、見て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 、かゆい。で、あはは、かゆい、これかゆい、ここもかゆい。痒くなってきた。効果があるってことか。マジで痒い。痒いよ。配信来たら体痒くなってきた。出ていきます。
きなこは泣かない、あんまね。あーかわいいね、遊んでんのそれと。よかったね。え、じゃあ本当に見て、見えな、なんか見えづら、あ、見て見て見て、ありえんくらい可愛かった。え、本当にみんなに言ってるんじゃないんですか。さっきはこっちの方が痒かったけど、今はこっちの方が痒い。窓開けてたらバッタ入ってくることあるんですか。タワー、ちーちゃんありがとう。マネネが、マネネが多分見てるので、ちょっと飛ばしときます。かゆいかゆい。ライブありがとう、大好きだ。ああ、こちらこそだよ、ありがとう、いっぱい見合わせてくれて。ビッグスカイ、おとりパリダニャ。うん、飛ばしとく。マネネにもみんなに分けた方がね、こうかゆみが分散されてあんまかゆくなくなるかもでしょ。みんなやばい、本当に腫れすぎてて。でもこれは蚊ですよ、多分もう蚊との相性が悪すぎて、ちょっと刺されるだけでもこうなっちゃうんだな。きなこ、うん、きなこかゆい、めっちゃかわいい。ただいまのきなこ。お、来た。きなこ見て、かゆいのここ見て見て、かゆいのここ。アンコールで目が合った、目と目が合う、あ、君と目が合うその瞬間だ、恋が始まる。かい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 、鹿児島で射抜かれました。そういうことですね。かゆくなってきた、いい調子。よし、これはサバ。写真見たよ、うん、のろけ話がお土産やばい。新曲説、何の新曲ですか。目が合った、君と目が合うその瞬間、恋が始まっちゃってるよ。たくみん、え、当たりだね。私のルームめっちゃ当たり出ます、みんな私のルームめっちゃ当たり出ます。クリスマスまだは、え、もう出たじゃん、何回も出してるよ。クリスマス、クリスマス、みやん、あ、さ、なんだこれ、サバ。え、なんだこれ、サバだっけ、うん、アジ、あ、マグロ、え、これマグロ、え、これマグロ、マグロ、カズキ、カズキ、サバ、これ
サバでしょ。これがさ、リオピ、朝マグロ、マグロマグロ、あっぷねー。なんか全部サバに見える。無理かも。全部サバに見えるわ。感じ、タイしか、タイとサバしかわかんない。ゆうすけ、サバ、きひろ、マジでサバみたいな見た目してる、この感じ。なんだっけこれ。あ、アジ、アジ。アジです。え、ねね、打ってみてください。さ、あの魚の感じ打ってみて、当てるから。簡単なのからね。うわ、むずっ。あ、待って待って、カツオ、カツオ、カツオ、マサトのカツオ、チャルラスの、わかんないな、マサトのやつ、うなぎとかじゃない、うなぎ、打天使、なんだった、打天使なんだった、ガッシーなんだった、ねえちょっと待って、ユウスケのやつは恋じゃない、恋、うん、なんか、あ、ふみふみ、鮭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 、うわ、うわ、ウバチのやつ、これタイに見えるけどタイじゃない、これなんだろう、でも見覚えがあるよ、恋、これが恋だ、うん、魚がわかんないや、うん、魚の種類がわからない、魚の種類がわからない、よくお刺身にある魚思い出せ、思い出すんだ、あ、スズキ。それスズキなの、スズキっぽくな、やだー、か、か混ぜないでよ、かは嫌い、うわ、これなんだろう、めっちゃ見覚えある、よく乗ってる、トロとか、トロ、トロって感じにないか、あ、ナマズっぽいわそれ、ね、サンマはわかりますから、これサンマでしょ、あ、タラっぽいね、え、だからなん、ダメだ、魚あんま食べなくて、種類多分わかんないや、種類が、クラゲ読めます、え、なんだこの感じ、わかんないな、うん、アサリって感じあるんだ、うわっ、イワシっぽくな、あと何があるかな、シラスとか、あ、それシラスっぽくない、これこれ、うーん、あとなんだろう、タコ、タコはトビウオ、あ、キスね、わ、タコ、タコっぽくない、シラスって感じないの、タコっぽくないな、わからない、タチウオ、一文字の漢字が読めない、タラコ、あー、タラコっぽい、あ、サメ、サメっぽい、どっちだのキノコ、魚の名前聞いてたら食べたくなった、なんか可愛いな、いつもより、どうしたんだろう、シシャモ6つ、カニさんもう1個混ざってるのやべ、あんなご、好きな魚は、あ、きなこが好きなの、きなこ魚食べてないからな、イカ、イカって2文字なの、
早くおいで、おいで、きなこー、きなちゃん、きなこくん、きなちゃん、ダメだ、マグロくん、きなこはこれ何なんだろう、これ何が入ってんだろう、わかんない、高いご飯、なんか人間の食べ物はめっちゃ食べたがるけど猫のご飯はあのね、高級なのが好きです。ツナは日本語で何でしょう、チュナ、ツナって何、シャケ、あ、マグロ、マグロなの、ツナってマグロなんだって、きなこ、きなこは英語でなんて言うの、きにゃこ、きなこは英語で金やこ、あ、きなこここ毛玉になってる、やっぱ丸刈りになっちゃうね、きなこダメだ、ごめんね、なんか手が足りなかった、もうブラッシングする時間と手が、爪長いんじゃない、丸刈りになっちゃうね、まあ夏前だしちょうどいいか、あ、今の形も可愛いけどね、まんまでにしてもらおう、魚釣り、魚釣り、あ、魚が釣れる、わー釣れた、すんごいわ、もうすんごいわ、もうこれどういうこと、あ、でも魚釣りの形してるもん、この猫じゃらしが、いや頑張れ頑張れ、ダイエットダイエット、ひなこちょっとお腹がこっちゃいだからダイエット、ハラハラダイエット頑張れ、そうそうそう、あ、いいよいいよ、ガッシー、あ、なんだっけこれ、マグロ、マグロ、リボン壊れた、リボン取ろう、モフモフだけにしよう、うわリボン取れない、リボンが取れないから切っちゃう、リボン
壊れちゃったから危ないから切るね。もふもふだけでも十分楽しいでしょ。釣りか、私釣りやったことあるけど、あの釣り堀で、しかもしかもパパと行った気がする。かわいい、えぐいえぐい、かわいいえぐいえぐい、かわいいぞ。頑張れ頑張れ、負けるな、きなこ負けてますやん。写真みたい。しょうがないな。えぐい。えぐいでしょ。こちらに目線お願いします。こちらです。あ、かわいいですね。こちらですね。カメラここ、あ、おーおー、かわいい。かわいいんですけどね。撮るのうまいですよ。いいよ、遊んで。なんかきなこの顔明るいなって思ったら鏡が反射してた、照らされてた顔だから、なんかすごいキラキラに見えるなって思った。レフ板になってた。カメラ最近使ってない。あ、でも東京公演の日に撮ったけど載せてないですね。痛い、きなこ爪長いよ、痛いよ。もうどこが刺されたかわからないくらいの爪の先端してる、細すぎ。一人で遊んでくれる、もう痛いから。ここだ、もう針より細かったよね。爪切ろう。ねえねえ、あ、なに、見てもらおう。もう丸刈りにしてもらった時に切ってもらおう爪。あと10分しかないじゃん。ジローの写真が出てきたんだけど、なんか私と顔似てんな。ハッキー、あれ
きな子が。猫だね。かわいい。爪切ろうね、痛いから。あ、怖い、もう怖すぎるわ、きなこ。凶暴すぎる。いい子にして。久々にね、長めに配信できた。よかったです。久々で。こんな時間なのに元気。私はもう元気じゃないです。遊び疲れたもん。きなこは元気だけど夜行性だからね。スクショタイムないよ、すっぴんだもん。落ち着いてね、きなこ。うわ、やばい、かゆくなってきた、また。この後の予定、いや、荷ほどきをしなきゃいけないって思ってる。思ってるだけね。はい、見て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 。て。て。て。かゆいの全部もらってくれる？本当に？見て見て見てよ、見て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 、こんなぷっくり。何？きなこに、きなこにやられてるして。きなこに手やられてるし、蚊に刺されてるし、私の右腕はボロボロになってしまったわ。勘弁して。二ほどきしなきゃ、二ほどきしなきゃ、二ほどきしなきゃ、二ほどきしなきゃ。温めるか冷やすかがいいんですかね。かゆいです。それほど私の血は美味しいってことですかね。お土産送ってくれるの待ってる。でなんかひーちゃんにダンベル買って送らなきゃって思って送ってないって方がめっちゃいらっしゃって、悲しいです。絶対送んないやつじゃん、それもったいないから。持たないからしっかり。そうだよ。じゃあもう今週中絶対約束して、私と、はい、私のこのきなこにやられた小指で指切り、はい、指切りね。ツアーなの髪型しようかな。
小指長い。どう？なんか顔がめっちゃ映るなって思ったらきなこがかくんしてたんだった。やばい、私の脱ぎ捨てた上着が。軽くない。わあわあわあ、半分、あ、長いのかな。手の半分が指かも。指なんだろう。え、でもなんかめっちゃ言われるのはピアノやってた人の手してるって言われる。開く、確かにオクターブが届く。あ、57分だ。じゃあそうそう、ランキング読んで終わろうかな。13位から読んだら入るね。13位ゆんすけ、ありがとうぴかり。12位あいり、ありがとうぴかり。11位まさと、ありがとうぴかり。10位チャルハス、ありがとうぴかり。9位かずのり、ありがとうぴかり。8位きまる、ありがとうぴかり。7位ちっちゃん、ありがとうぴかり。はい、はいはい、すいませんね。6位バーノン、ありがとうぴかり。5位ナカピン、ありがとうぴかり。4位タコミン、ありがとうぴかり。3位ミヤン、ありがとうぴかり。2位ヨコ、ありがとうぴかり。1位ガンシー、ありがとうぴかり。ありがとう。テーブルの上は乗らないんだよ。フランギルシッシュいる？とクルチーか、やめよう。前髪リボンあげるよ。ほれ、落とさないで。きなこのおもちゃになってしまった前髪リボン。ダメだもんこれは。またやれるときにやります。たくさんギフトもありがとう。こちらメモさせていただいたので、メイクしてるときに書かせていただきますね。ありがとう。すごい声、2日間って言ったらいいのか3日間って言ったらいいのか分かんないんですけど、2日間か2日間でした。鹿児島は1公演だったけど、熊本2公演で、できるだけねみんなと目を合わせれるように頑張ったでございますけど、届いてたら嬉しいなと思います。私の愛が、愛、うん、嬉しい。ありがとう、たくさん愛。楽しいですね、ライブいつもやってて。アイドル最高って思ってやってますね。次は千葉かな。千葉と対面と栃木が本社あるので、そしたら5月はツアー一旦終わりなのか。もうめっちゃ詰まってるんだね前半に。あ、やばい、時間だ。